じゃあ、はい、今日はですね、もう引き続き菅田なんですけど、こちらですよね、今日ご紹介するこちらでございます、はい、サマー代表のニーサンモデルの、ソフトクール T シャツですよ。ソフトクールがつけたってことで、 T シャツの前すごい話ですよ。ソフトであり確かにクール、なんかね、確かにね、なんか今まで着たことのないようなクオリティの T シャツでございます。いいですね。分かる。いいんだよ。ツッコミどころいっぱいの、はい、俺も分かってんだ。まず、サイズは S としよう。はい、S なんですよ、はい。S ね。まあ、普通というか海外サイズの S なんで、うん、私いつも通りの感じでちょうどいいんですよ。いいんです。そこまではいい。ただ、なんか違和感ありませんかって話なんですよ。こうやって、こんちゃーって言った時に、はい、なんかこう、こっちは下がっちゃうみたいな。あれみたいな。あのですね、まあ、サーモア代表ですね。はい。で、このもうドーンとオフィシャルのスポンサーさんですよね、うん、アルトラと。あれっていう。ない。右胸に何かがない T シャツって結構レアなんですよ、多分。例えば、アディダス、なんか普通のブランドとかでも、こっち側にブランドが絶対入ってると思うよ。うん。入ってない？右だよね、入ってんのって。左？左か。え？こっちだけってなんかある？なんかちょっと若干違和感あるよね。なんかなんでだろう。なんで入れなかったんだろうって。カンタフェルとかはそっちだからじゃないですか。こっち。こっち。こっち。まあ、いいんですよ、うん。別にいいんです。あの別に自由なんですね。なんでしょうね。ブランド名をわざと入れない。なぜかわからない。まあ背中に入ってるんですよ。背中に。入ってます。ね、はい。首の。はい。で、なんですか。マウンドサーモアですか。朝日。朝日だけ。いや。で、1924。1924。なんですよ。はい。1924はなんでですか。なんですかね。1924。もう座っちゃうよ、ここに。なんですかね。1924って言ったらかなり前ですからね。はい。戦前ですよ。確かに結構。はい。第一次世界大戦後ぐらいな話ですよね。はいどういうことですか1924って1924年に起きたこと調べてもらっていいですかあ何独立ちょ今調べてなあえあって何出てきました何か何がどうだったの何だろうお願いが教えてくれる英語でわかんないすいませんねこういう臨場感たっぷりお伝えしますけどねどこにあすごいいいよ書いてあるじゃないですかんラグビー協会創立が1924年なんだってで97年に西サモアから現国名に変更となったんだってへえすごいねすごいアピアでもねあでもねそうなんだよあのねあれ少しか書いてないそうなんですよ1924年に協会が設立されたなんてラグビー協会がでそうそうサモアって結構なんだろう難しいエリアにあってアメリカ領サモアっていうのもあるんだよへサモアって2個あってアメリカ領サモアってアメリカなんですよハワイみたいな感じ で全然ラグビーやって一人もラグビーやってないんですよで逆こっち側にあるのがウエスタンサモアってウエスタンサモアだったんだけど昔は名前が多分ねマヌサモアにマヌが多分西って意味なんだけどサモアに変わったんだよねで今マヌサモアっていう風に言うんだけど、そこはラグビーもう 100% になってんだよねで時代背景とかそれなんでかなのかは知らないんだけどまあおそらく戦争とかによっていろんなことが引き裂かれたということだと思いますけど、うん、基本的にはまあアイランダーってよく言うけどアイランドの中の一つの、まあ、サモアの国だよねでまあその話しちゃうと長くなっちゃうんだけどやっぱりこうニュージーランドに行くと、ラグビーするとサモア人がいないってことはほぼありえないんだよね、うん、でコミュニティ中にもサモアの方絶対いるしでそこにやっぱトンガの人あとクックアイランドの人タヒチの人とか結構周りの島国の人たちがみんなこうニュージーランドの方に出てきて、まあ稼ぐというかねパターンが多いんですよでその辺の都市と結んでる飛行機が結ばれているのが結構オークランドです。ニュージーランドのオークランドから結構結ばれてるんで、はい、例えばサモアに行くときはニュージーランド航空日本からだったら
航空でオークランド一本でサモアに行くっていうパターンが多いんだよね、うん、でアピアとかその首都とかあるんだけど日本からは直で行けないんで、はい、まあ、行くとすればシドニーから行くとかオークランドから行くっていう経由して行かないといけないんだけど、そこにもそういう意味があって結局そういう都市に依存してるというか、そういう都市に、若手が若者が稼ぎに行って自分家を養うっていう形になっています。でオールブラックスの中にもサモア人いっぱいいるんですけど、やっぱオールブラックスになった人っていうのは大成功してる人、はい、でそれがやっぱりアメリカンドリームってよく言うけど、うん、ニュージーランドのラグビードリームみたいな感じでラグビーしてやっぱり有名になって自分の国を養う、国じゃねえや、まあ、国も含めたけどね、家族を養うっていうパターンが多いんですよね。まあそれがサモアっていう国になってます。すごいざっくり言うね。で、まあ、1924の話だけど、1924に教会が設置されたのか、多分、サモアの人たちにとってはすごい大きな数字なのかなっていう気はしています。うん、で、まあ、言うて、これ、うちらと一緒に共同開発みたいな感じなんで、ね、ラグビー協会とサモアで作っ、インドで作った T シャツなんですけど、まあ、ポリエステル 100% ですごく気持ちいいんですけれども、はい、まあ、見ましたが、いろんな、ないタグがなかったりとかね、紙タグがなかったりしますけれども、まあ、サモア協会を助けるという意味では、僕たちもやってますので、よろしければですね、ぜひ、お一つご購入いただければサモアのためになるかなというふうに思っております。でソフトクールっていうぐらいだから本当に結構いい感じ、サラサラして気持ちいい、うん、サラサラ感じなんですけど、ちょっと俺腰抜けここに なんで入れなかったと思って、うん、欲しかった、ね、アラミスラグビー入れればいいのにって俺なんか思っちゃうんだけどね、はい、まあまあまあここにも入ってるけど、はい、まあそんな感じでございます。現状東京店と菅平店とウェブで全部販売してますけれども、もしかしたらこれサモア協会、まあ、いろんな流れでね他で売りたいって言って戻しちゃったりするかもしれない。戻しちゃった場合はもう急に在庫がなくなっちゃうんで、いや今のうちに抑えたいって方はぜひですね抑えていただければ幸いでございます。はい、というわけで今日ご紹介したのはサモア代表のニーサモデルの、ソフトクール T シャツのご紹介でした。よろしければそのを見てみてください。